しまづけ。この丸棒から四角にして、輪っかを作ってというのもできる。とにかく12センチ角になるまで叩いて、が終わりましたらまた皆さんにもこのハンマーを持ってもらって、鉄がだいぶ前なんで、あの頃ロボットをこれだけ想像した人はいなかったかな。だいぶ数を持って、この中のフォークスが見てください、非常に検査をしてます。ハンマーを持った時にやっぱハンマーがちょっと読みにくかった。